Hi! I'm Gogo Shinichi! 本日はですね、ソロキャンプ道具10選ということでですね、これからソロキャンプを始めたいなと考えていらっしゃる方向けにですね、道具を紹介していきたいと思います。まず早速紹介していきたいんですが、まずこちらからですね、こちらはですね、プリムスさんが出しているウルトラバーナー。で、品番はですね、P-153 というものになります。こちらはですね、もうとにかく、すごくコンパクトなんですね。で、まあ、初心者の方はですね、まずはですね、まあ、お湯を沸かしてコーヒー飲んだり、カップラーメンを食べるっていうところから、まあ、簡単に調理できるものからですね、やられたらいいんじゃないかなと思うんですが、こちらはですね、このような感じでコンパクトですし、こういうガスはですね、これ自体が自立しますので、スペースも足らなくてとてもいいです。で、こちらを外しますね。で、こちらを買うとですね、このような収納の袋がついてくるんですが、こういうふうに畳んでですね、こういう感じで入れることができます。もうポケットサイズですごくコンパクトでいいです。で、次はですね、こちらになるんですが、じゃん!ソロストーブになります。で、僕はですね、こちら2つのサイズ持ってるんですけども、こちらがソロストーブライトっていうもので、タイタンっていうものになります。まず、まあ、こちらの方がですね、コンパクトなんでいいんですね。で、こう二つのパーツでこういう風にできて。で、ウッドストーブって言ってですね、山とかキャンプ地にいた時に枝だとか枯れ枝を集めて、それで火を起こすので、まあこういうガスのものっていうのはバーナーとガスなんですけども、これ一つあれば、まあお湯を沸かしたりするっていうことですね。で、コンパクトになるっていう感じ。で、最近僕こちらのですね、タイタン買って、実を言うとこちらの方が僕はですね、使う頻度が結構高くなってきたんですが、こちらはですね、火力がものすごくあるのと、やはりでかいので、この上にですね、例えばスキレットを乗せたりとかもできますので、まあ調理の幅なんかも広がるかなと思います。ソロストーブでした。で、次はですね、こちらになるんですが、このようなものですね。モンベルさんが出しているですね、アルパインクッカーというものになります。で、こういうようなクッカーはですね、いろんなメーカーが出してるかと思うんですが、僕はモンベルさんの選んだのはですね、まず、モンベルさん全般的に道具の収納の袋がですね、結構しっかりしてる。これも意外と重要なんじゃないかなと思う。こういう網のものですね。で、あとは、このゴムがついてるタイプなので、お湯だとか沸かしても素手でですね、こちらの持ち手を、掴むことができます。で、先ほど紹介したですね、こういうようなガスと、こういう、ガスのですね、これをですね、バーナーを一緒にこう収納することができるようなサイズになってます。で、こちらのソロストーブのライトもですね、こういう風にして、こうですね、で、締めることができます。なので、すごくスタッキングもできるので、重ねて入れるっていうことですね。もできるので、いいかなと思います。はい。で、次がですね、こちらになります。ナルゲンボトルになります。こちらもですね、定番かなと思うんですけども、まずこれはですね、すっごい頑丈なんですよ。で、僕は結構野営とかする、ことが多かったりするんですけども、そこら辺の地べたにポンとこのそのまま置いてても、しっかりしてていいです。で、こちらですね、マイナス20度から100度までですね、中入れることができるんですよ。なので、夏場はですね、飲み物を凍らしたりだとか、今度冬場はですね、お湯を入れて、タオルをぐるぐる巻きにして、湯たんぽなんかにも使います。はい。次はですね、こちらになるんですけども、外のですね、ポップアップソロテーブルになります。もうこちらはですね、もう名前の通り、ソロに向けて、作られてる、もう、ポップアップって言ってるので、こういう風に、パンとこう、簡単にこう展開するようなテーブルになります。で、こちらはですね、天板サイズがですね、ちょうどですね、A4 の
カラーコピー用紙のサイズになってます。で、すごくコンパクトで軽量に設計されているものなので、登山なんかもですね、こちらいいんじゃないかなと思います。で、上に乗るものはですね、こういうクッカー、先ほど説明したクッカー、ガス、あとこういうナルゲンだとか、このくらいのボリュームはですね、乗せることができます。で、やはりガスとか使うときはですね、やっぱり平らなところでやらないとポテンってこう倒れたりしたら危ないので、こういったものがあるととても重宝します。次はですね、このような形でナイフ類になるんですが、まず6番目はですね、モーラナイフのコンパニオンヘビーデューティーというナイフになります。こちらもですね、皆さん使われている方多いかなと思うんですけども、このようなナイフでですね、シースって言ってケースがこうついてきます。で、こちらのナイフはですね、ハーツがですね、3.2 ミリって言ってですね、結構分厚くて頑丈にできてるんですね。なので、焚き火をやるときなんかに、木をですね、こう、小割りにして、バトニングしたりだとか、そういったものに使える。で、ハードに使えるということですね。で、コストパフォーマンスも良くて、結構安く買えます。で、これで、まあ、調理のですね、ナイフとしても使えたりするので、木を切ったり、まあ、調理とかでも使えるっていうような形で、比較的オールマイティーに使えるんじゃないかなと思います。で、次はですね、こちらになるんですが、ビクトリノックスのキャンパーになります。ビクトリノックスはですね、僕何本か持ってて大好きなんですけども、キャンパーはですね、もうキャンパーっていう名前の通り、キャンプにですね、向いてるナイフだと思います。で、最大の特徴はですね、ノコギリなんかも ついてますので、例えばキャンプ地で箸がないよとか言った時にですね、枝をですね、こうカットして、ナイフでこう綺麗にして箸を作ったりとかもすることもできますし、ナイフがですね、メインナイフとこのようなちっちゃいナイフ2つこういう風についてますので、かなりいいかなと思います。です。で、次はですね、 DD タイプになります。で、こちら 3m×3m で、僕の動画ではですね、 DD タイプの貼り方なんかも解説結構やってたりするんですけども、とにかくこれはですね、いろんな形が作れるっていうことと、あとやはり雨だとか風、あと、まあ、遮光性って言って日陰を作ったりすることができるので、デイキャンプなんかでもやっぱりこれあるとすごく快適にキャンプを楽しむことができます。で、9番目と10番目はですね、結構地味な感じになるんですけども、9番目はですね、こちらの厚手のですね、革の手袋になります。で、僕が使ってるのはユニワールドっていう会社が出しているようなこういう焦げ茶の手袋になります。で、こちらのマジックテープがついてるタイプで、こういうような形にやるんですけども、まずですね、やっぱりこう焚き火とかするときに炭とか触ったりすると結構汚れるんですよね。なので、この焦げ茶っていうのはあまり汚れが目立たないっていうメリットもありますし、革手袋はですね、結構滑らないので、ナイフとか持つときにこの上からこう持ってもいいかなと思います。軍手だとかはですね、結構滑ったりするので危険なので、やっぱりこういったものがいいですね。で、熱いもの、鍋とかを掴んだりとかすることができます。で、最後はですね、こちらになります。グリーンシートですね。で、こちらはですね、ゆめかメイクさんが出している OD グリーンシートの3000番っていうやつで、ちょっと分厚いやつなんですけども、で、僕はサイズは1.8m×2.7m、 結構大きめのもので、タープの張り方だとか、その場所のスペースによって折り曲げていろいろ変形して使ってます。で、これがですね、もう600円ぐらいで買えるものなので、汚れたり、例えば火の粉で焚き火でこう穴が開いたりしても、気持ち的にあまりダメージがないかなと思って、こちらのシートを使ってます。はい、以上がですね、ソロキャンプ道具10選という動画になります。僕の動画ではですね、このような道具の紹介だとか、あと実際にフィールドに行ってですね、キャンプを楽しんでる動画だとかもアップしてますので、他の動画もよろしくお願いします。それではまた。